続いて今日の特集です。先月20日、上賀茂神社で珍しいオペラの公演が行われました。コロナ禍でも芸術の火を灯し続けようと挑んだモノオペラという形式の舞台、その裏側に密着しました。コロナ禍でも公演できるモノオペラ、その挑戦の場に選んだのがふるさと京都の上賀茂神社でした。十字架と扇子2つ、はい、お願いします。田中さん自らがプロデューサーとなり、1年前からスタッフ、出演者への交渉まで一手に引き受けてきました。今回のその密を避けるっていう面で考えると、このオペラはどのような場所でもできることを第一条件としていて、例えば劇場がないような国とか、そういう施設がちゃんと整ってないような場所でも公演ができることが目標と。田中さんが今回題材に選んだのは明智光秀の娘、細川ガラシャ。敬虔なキリシタンで信仰を貫くため非業の死を遂げた戦国時代の女性です。日本ではまだ馴染みのないモノオペラ、歌手は田中さん一人、舞台美術も一つ、帳のみです。この帳で信仰に生きたガラシャの美しくも儚い人生を表現しなければなりません。しかしこの帳の生かし方は困難を極めました。鍵となるのが照明です。段上に上がっていただけます。もう一個上です。そうですね。どれくらいぼんやりするの。いや、できてますね。このモノオペラ自体がすごく精神性の強いと言いますか、今のこの世界じゃない無の世界をイメージしているので、存在するんだけど存在しないというのを見てもらいたいなって。これ白いの取ってみていいですか。田中さん、人の出入りや機材を隠す幕も大胆に取り払ってしまいました。あれを一回なくしまして、ライトがあれですね、ライトの光源が目に入ってしまうのと、あと出はけがね、丸見えになっちゃうんですよ。舞台裏を隠しつつ、十字架とガラシャの影が重なる位置を探ります。上げていただきます。もうちょい上げ、あと 2,3 パー、もうちょっと押さえて、ゲージ押さえて、はい、ストップ。どうですか。もうちょっとかな。もうちょいダウン。試行錯誤は3日間に及びました。プロデューサーでありながら主役を務める田中さん、合間を練って発声練習を重ねます。ちょっと朝早いであんまり声が出ません。迎えた公演本番。コロナ禍の中で500近い客席は満席になりました。お方様の名はガラシャ。田中さんのこだわったガラシャの影が帳に浮かび上がります。
想的な光と影、田中さんの歌声が見る人をガラシャの世界へと誘いました。コロナ禍でも芸術の火を灯し続けたいと挑んだモノオペラ。何時までも雨が降ったんですよね。田中さんやり遂げました。神様が味方してくれる。よかった。心配したの。何何してるか。何ありがとうございます。それにしても美しい声が夜空に響き渡ってましたね。はい、舞台上の帳も、はい、歌声際立たせていましたね。そうですよね。はい、こうした演出も最小限にして今回の舞台を行ったんですが、はい、上映時間も60分ほどと通常のオペラに比べて短いものでした。田中さんはその身軽さを生かして今後さまざまな場所で公演していきたいと話しています。ここまで特集でした。